半藤一利さんは昭和5年東京向島に生まれました。今年80歳です。昭和28年大学を卒業後、文藝春秋社に入社し、文藝春秋の編集長や取締役を歴任されました。ジャーナリストとして、また退職後は作家として、戦争に連なる昭和の歴史を検証し、数多くの著作を発表してきました。半藤一利さんに、あの戦争は何だったのか、あの戦争から何を学ぶべきかを伺います。今日はその1回目です。聞き手は石澤範代アンカーです。15歳の東京大空襲という、まさに半藤さんご自身の体験的戦争論軸にですね、はい、あの戦争についてお書きになってらっしゃるんですけど、まず最初にその、あえて今ね、はい、この時点でお書きになろうとお考えになったのはどういうことだったんですか？まあ私は正直言うと、もう昭和30年代から、はい、昭和史と太平洋戦争についてはずっと書いてきたんですけども、なんかどうも近頃、平和ということは非常に大事にされてるんですが、ええ、平和の裏側に一体どういうことが日本にあったのかという、つまり戦争というものがですね、抜きで平和を叫ばれているんじゃないかという、そんな気がちょっとしてきたんですよ。むしろやっぱり戦争というものから、戦時日本というものをですね、私で生きてきた時代というものをちゃんと知っていくことにおいて、もっと平和がいかに大事かということが、私たちの身に染みてですね、わかるんじゃないかと。そういうことを、最近ちょっとね、大きな声で、日本再軍備だとかですね、核兵器を持とうなんという声が、どんどん、大きくなりつつあるようなんで、ちょっとこれは危険じゃないかなと。だから平和という言葉を叫ぶだけではなくて、やっぱり僕らは自分たちが生きてきた時代というのを、もう少しきちんと語り継いでいった方がいいんじゃないかと。ということを、私も年80になりまして、そんな風な気持ちになってきたんですね。私は昭和27年生まれで、全くその戦争知らない世代なんですけど、それでもまだ、その親の代が戦争を経験している。だから結構聞いてはいるんですが、最近はその、語り継ぎもね、家の中で、そうなんですね。喋ってもいないという話です。それからまた同時に、喋る人が、どんどんなくなっていくんですね。私が、いわゆる昭和20年8月15日の終戦の時に、15歳ですから、その当時15歳だった、一種の少年ですよね。それがもう80ですから。もうなんかあっちは行くわけですから。これは本当にきちっと、この、私たちが体験した、厳しいって言いますか、悲惨な、戦争の時代をですね、もう語り継ぐ人がなくなっちゃうんじゃないかというようなことが、痛感されますので、できるだけこれは残しておいた方がいいんじゃないかと。じゃあ今回2回にわたってたっぷりと伺います。よろしくお願いいたします。さあ、その話の始めですが、12月8日のあの朝の話なんですが、昭和16年ですね。16年ですね。その朝は、とにかく私たちそれまでは、アメリカとイギリスというその大国がですね、中国の後ろについていて、中国をに対して、いろんな物資を、供給したりですね、武器を供給したり、そういうことをしているから、中国との戦争が終わんないんだと。だから、アメリカとイギリスはけしからんということは、子供心にですね、周りが言っておりましたから。でも、この国がどういう国かっていうのは、それなりに、当時はまだ、地理とか、西洋史なんていうのが、授業でありましたから、いくらかは、でかい国だと。地図を見ればわかるんですけど、それから国力も日本の10倍ぐらいあるんだなんていうことは知ってましたから、まさかその大きな国と全部相手にして戦うなとは、子供心には思っていませんでしたね。ところがその朝、突然と言いますか、西太平洋において戦闘状態に入れるという、それこそ NHK さんの、第一報ですよね。あれは確かにこの耳で聞きましたから。だから私たちの周りにいた大人の人はみんな、やったーっつ
って思っていたようでしたね。もうですか、まだ学校があの日あった日ですから、月曜日ですか、ですから学校行ったら学校の先生がとかみんな興奮してましたからね。ですから安藤さんご本の中では、この昭和16年12月8日その朝から全てが異常になったというふうにお書きになってと思いますね、人間の気持ちもそのものがもうガラリと変わったんじゃないでしょうか。ですからもうやったー、はい、もう積年の恨みを晴らす時だなんて言って、まあ中には明治維新以来我々はその今日を待ってたんだなんていう人が勇ましい言葉になってくるわけですね。なりましたね。ですから本当にそういう意味では、大人の、もう顔つきが変わりましたからね。安藤さんは東京の下町の生まれで、東京の下町の将来の皆さんもそうやってこう、そうでしたね、向島生まれですけども、向島ってのはサラリーマンとかそういう会社社長とかいないんですよね、八百屋さんとかそういうのはね、蕎麦屋さんとか米屋さんとか、そういうのがダーッと並んでるとこですから、どっちかというと庶民的な人ばっかりなんですが、その人たちがやっぱり興奮してましたからね、長いことを我慢してきたと、なんかアメリカ、イギリス、他の国々の圧迫に耐えて我慢してきたというふうに僕らは教えられていましたから。なんかいわゆるその ABCD ラインで囲まれて散々いじめられたと。ABCD 方位人ですか、という言葉が流行ってましてね。A がアメリカで、B がブリティッシュで、イギリスですか。はい、C がチャイナで、中国。D がダッチで、オランダですか。で、ABC で、ホイ人と、それに囲まれて日本は、もう息も、満足につけないようなありさまなんだというのが、当時の、空気でしたね。空気って怖いですね、見えないから。見えませんからね。でも、そういうもんかなと思ってましたからね。したがって12月8日の朝ってのは、やったー、はぁ、やるやる。で、確か、夕方になってから真珠湾に日本の機動部隊が奇襲をかけて大戦果を上げたっていうのが、NHK のラジオから流れるんですよね。またそれで一段と興奮しましたね。で、それが大勝利でしたから、で、じゃんじゃんじゃんじゃかじゃん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 と軍艦マーチの音とともにね、報ぜられましたから、まあ、かなり日本中が沸いたんじゃないでしょうか。それこそ新聞も、それから、大作家たちまでもが、そういう筆で。もうこれは作家だろうが、評論家だろうが、いろんな筆で書く人たちは、全部日記とかそういうものを残しておりますが、そういうのを見ますと、今だって見ますと、もう皆さんも恥ずかしくなるぐらいに、もう高揚してましたね。これは本当にまさにペリー来航以来の、そこまで行くわけですね。黒船時代からまで言うんですね。あれ以来の日本が、圧迫に圧迫を、受けてきた、この、積年の、恨みと、それを晴らす時が来たと、というのが、ちゃんときちっと書いてる方もいますしね。それから、神の国の民が勝ったんだと。それから、東洋から、アジアから、アメリカ、イギリスを徹底的に叩き出せと、そういうようなことを書いてる方がたくさんいましたから、それ全部残っておりますからね。ですから、そういう意味では、まあ、これはもう、インテリの方だろうが、一般の庶民の方だ、人だろうが、本当にみんなして興奮したんじゃないでしょうかね。で、そういうふうな、まあ、真珠湾攻撃で、まあ、海戦、当初はね、非常にこう勢いがいいわけですけど、その勢いを得て、その戦争前と後では、そのいわゆる一般庶民の暮らしもガラッと変わっていくわけですか。いきなりは変わりませんと思いましてね。また私たちというのが、戦争始まって半年ぐらいの間は、それこそ、戦争そのものは半年ぐらいの間は、威勢がいいで、良かった時代ですから、そんなに、例えば消しゴムがなくなってきたとか、そういうようなことはなかったと思いますね。ただ、米ゴマというのはご存知ですか？はい、もちろんです。チッ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 チ
瀬戸物になったのは覚えてますね。はあ。ですから戦争始まって、もう戦争始まって前後ぐらいから、鉄のものがどんどんなくなってきましたから。どうか供出されちゃうわけですか？供出されちゃうわけですね。ですから、もう、代わりに瀬戸物なんですよ。ねこれがね、哀れなんですよ。チッチッチッとやってるね。こうやって、カリカリなんてやってると、両方がパチンパチンとぶつかってると、両方がポロッと、かけちゃいましてね。勝負つかないで、両方が、かけちゃう。なんて、まあ、なんて、情けない思いをしました、ね。パチンと弾き出すから面白いんだよね。面白いんだよね。そういうことはない。まあ、そういうようなところは、若干出ていましたけども、まだ食べ物とかなんかでは、まあ、そんなに裕福じゃ、もう満足いっぱいなんてことはありませんけど、どうやら食べることはお金さえ出せばですよ。できたと思います。ただし、半年かそうですね、まあ、昭和17年の夏ぐらいから、ちょっとおかしくなってきたんじゃないでしょうかね。昭和17年の夏っていうのは、ミッドウェーの海戦とか。ミッドウェーは6月の。6月ですか。6月起きてますから、6月のミッドウェー海戦の後ぐらいからでしょうね。それからガダルカナルという南のね、あそこの争奪戦が8月から始まりますから、その前後ぐらいから、いくらか、物資的にも。だからそういう話で言えば、それこそ1年経つか経たないうちでも。そうですね。ある意味では、国の生活はかなり、厳しくなってきたんじゃない厳しいって言いますか、節約せよとか、そういうようなことが言われ出したんじゃないでしょうかね。でまあ、後で考えれば、軍需物資と言いますか、軍の方で必要な、と思われてるものは、どん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 軍に召し上げられて、軍の方に持っていかれますから。例えばどういうものが召し上げられてるんですか？まあ、簡単に言えば肉とかですね、そういう栄養がたっぷりのものは、下手さんなんですね。下手なのが。で、お前たち、つまり、私は15と言っていましたね。銃の後ろで守るもんね。銃の後ろで守る。15も、戦場だと。だから我慢せよと。という言葉が、だん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 言われてきたんじゃないでしょうかね。なんか随分とその、時代、その時代には、標語がね、街の中にたくさん溢れた。これはもう、ほんまに標語だらけでしたね。欲しがれません、勝つまではとね。まあ、それが一番代表的な標語でしょうか。贅沢は敵だった。これちょっと前ですがね、贅沢は敵だったらちょっとまだ戦争始まる前ですが、まあたくさんの標語はありましたね。標語がたくさん出てくるっていうのはあんまりどの時代でもいいことじゃないんですかね。これはね、これは正直言うとあまりよろしくない時代でしょうね。特にね、七音の四文字標語っていうのが、日本人は好きなんですよ。一億一心とかですね。そういうのがね、出てきますとね、だんだん、よろしくない時代になってくるんじゃないでしょうかね。また、だけどそれがですね、そういうので力を得て、どんどんその、大人の中に、いわゆる軍国おじさんと言いますか、私たち当時そう言ったんですが、ものすごく軍国、主義的にだとですね、戦争のために全力を挙げてるということを見せている大人がどんどん増えてきましたからね。それまで普通のおじさんだった人たちが、軍国おじさんなんですか？軍国おじさんって。僕らも来た来た軍国おじさんが逃げろなんて。私たちほら、替え歌を歌うんですよね。どんな替え歌と言っても今の人わかんないでしょうけど、例えば湖畔の宿という、高峰美恵子。美恵子さんが歌ったね、もうすぐ変えて歌ってんですよね。昨日召されたタコハチが、たまに当たって名誉の戦士。タコの遺骨は帰らない。骨がないから、かな。なんかもそういう歌を歌ってですね。で、それは、軍国おじさんに、見つかると、この奴らはっつって怒られますんで、ですからすぐ逃げるんですけどね。まあそういうようなことをしておりましたけど、でもまあ、子供ですから、まだそんなに無我夢中になるというようなことではなかったですね、戦争にね。で、あと昭和18年に中学校に入るんですが、中学校に入ってからは、随分、もう、周りはもう本当に軍国主義と言いますか。本当に、例えばこう、中学生ですから、必ずこう、
礼じゃなくて敬礼するわけですね、あの、軍隊のように、はい。その敬礼をその、不真面目な、真面目じゃない中学生は、いい加減にこうやってやるじゃないですか。指をピンと伸ばさないでね、伸ばさないでこう丸めて、変な感じで、そんなことして、そいつを見つかったりしようもんなら、もう、本当に、ビンタを食いましたね。その本当に、お尻をシャベルでもって、バシバシと殴られたり。ですから、さあ、戦争が悪化してくると同時にそういうように、空気そのもの、今のまたまた空気ですが、なんとなしに荒々しくなってきて、で、大人の気持ちも今荒立ってきたんじゃないですか。同時に、物もどん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 減っていきましたから。だからそういう意味では、戦争中ってのは、特に太平洋戦争中ってのは、日に日にと言ってもいいぐらいに、国民感情は悪くなっていくといいますか、悪化していくのが、見えましたね。で、そういう状況の中で、政府も、大戦果があった、大戦果があったと言いつつも、やはり国民の中でも、でも本当に大戦果ばっかりかなという、そういう感じはあったんですか？これはね、私はそういうことしませんでしたけども、仲間の中には、やっぱり軍国少年がいるわけですよ。と、その戦争を始まる前には、アメリカの戦艦の、名前とか、だから14艦の名前とか、そういうものが発表になってますから、うん、それをその壁に大きく書いてですね、こう、戦艦撃沈ってなってると、はいはい、バツつけていくんですよね。で、いくらバツつけて、あれ？もうなくなったはずだね。なくなったで、まだ戦艦撃沈ってやってると言って、中には、そういう風にして、うん、ラジオでは、とか新聞では、然として大戦果を上げてるけれども、はい、こんなに大戦果を上げてて、なぜ敵の船がそんなにあるんだと、うん、という風に、疑いを持つ少年もいましたね、私の周りには。だから、かなり軍国少年的な人たちは情報を、うん雑誌とかなんかで、書いてますからね。ですから、入れてたんじゃないですか。ズバッと聞かされましたよ。はいはいはい、で、お前は知ってるか少しはなんていうか、何も知らねえずっと、バカだなお前はってなって。でもそんなこと言ってるうちに、空襲が来るわけですよね。そうですね。これがね、ですから、昭和18年、19年の、夏ですね。7月に、サイパン島、テニアン島、グアム島が、マリアナ諸島ですが、あそこが、玉砕って言いますか、アメリカに捕らえたとき、陥落したときに、私中学のもう、2年生でしたか。はい、で、そのときにもう、中学の先生が、アメリカ軍が、我が日本の玄関口まで来たんや、なんてね、で、こっからもう、アメリカの B-29 という飛行機が、飛んできて、いつ爆撃があるか分からんのや、なんていうことを、叫んでましたから、そんなすごい飛行機があって、地図を見せられると、向こうじゃないですか、向こう、あんなとこから飛んでくるのかね、なんて言って、いや、それは飛んでくんだと。だから、いつ爆撃があるか分からんのだ、なんていうことは、聞かされてはいましたね。でも、まさかと思ってましたけどね。初めて。その見た時はどんな印象だったんですか？それはね、昭和19年の11月の1日ですよね。はい、B-29 が日本本土上空に現れて、うん空襲警報が鳴ったのは、うん、これ昼間です。はい、私はもうその時、こんな変なね、記憶がみんなそれの、同級生どもでもバラバラなんですが、私はもうその時、勤労動員で軍事工場で働いて、に行ってたと、うんうんいうふうに覚えてんですが、いや違うと、まだ学校にいたと、学校で、B-29が8000メートルか1万メートルかの高度を、うん、キラキラキラ、本当に綺麗でしたけどね、ザーッと通っていくのを下から眺めていたと、うん、でみんな、あれが B-29 だなんつって、うんそういうふうに言ってるんで、どうもまだ、その辺はちょっとね、記憶は、それぞれ違うんですよね。10月から行ったというやつもいるし、私は11月の1日にはもう、工場行ってたと思うんですが、いや、12月の1日からだというやつがいるんですが、いずれにしても、11月の1日に初めて、
ミニ塾が姿を現したんですね。最初の頃は、1期とか2期とか、ぼつぼつと来て、うん、で、偵察なんですね。うん、で、偵察ですから、直接大爆撃をするっていうようなことは、あまりないんです、うん。そのくせ、爆弾も積んでいくんですね。で、時々落としていくんですね。で、落とされたところはもう悲劇ですから。私のうちの、その向こう島に住んでましたが、向こう島の私のうちのから、そうですね、ちょっと500メートルぐらい離れたところに一発落とされたことがあるんですが、それを見に行ったり、したことがありますからね。本当に50メートル四方ぐらい吹っ飛んでましたね。よくすり鉢のような。すり鉢のような穴がついて。で、そこ、まあ向こう島とかすぐ水が出ますから、すり鉢のそこに水が溜まってましたよね。で、そういうのを、で、ここにあったうち何軒あんのか知らないけど、どうしちゃったのか知らないけど、飛んじゃったよなんてね。で、まあ、木のうちですから、今と違いますから、チャチだったんでしょうね。ですから、一発で。ですから、あれ、っていうようなことで。でも、まだその頃は、まだが、なんて言いますかね、恐るに足らずというふうに、という、宣伝に乗ってましたね。なんだ、恐れに足らずと、うん。それが、いや、これは違うというのが、やっぱり、3月10日の大空襲なんですか。その前の昭和20年になってから、かなり、爆撃が、数が多くなってきまして。偵察で一気に来じゃなくなって。一気に来じゃなくなって、もう編隊を組んで来まして。うん、で、もっぱら、軍事工場を、中心に、爆撃してましたけども、だん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 なんかこの、攻撃が、うん、我々に近くなっ、はじめはこの、だいたい武蔵野の、飛行機工場、ヌイヤがもっぱらやられてたんですが、それがどん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 近くなってきまして、神田あたりにも攻撃がかかったり、なんていう時に、さすがに、これはいつか攻撃されんのかなというような、感じにはなってましたね。で、特に昭和20年の2月の終わりだと思いますが、雪の降ってる、もう雪空がどんよりと、重く下の方に、かかってて、その上空に、B29 のその撮影の爆音が、ボワン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 と聞こえてきて、それで、降車砲が鳴る音が聞こえて、そこは雲で見えないんですよ。見えないほど、怖いことはないですね。どっから落としてくるか分かりませんから。で、そこにシュラ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 と、落ちてくる、キェーっていう音ですとか。それは焼夷弾の音なんですか？爆弾の音。爆弾の音ですか？それが落ちてきて、パーっていうのは音が、これは下の方で、で、あれはに、雪空でしたよ、に。日曜日でしたでしょうね。私も工場に行ってなかったですから、あの時は怖かったですね。これはま、ただごとじゃないと、これは本当に命あってものだねと言いますが、何があるかわからないということは思いましたね。ただその頃になりまではですね、その頃になるとですが、毎晩のようにもう一機ずつ、3時間ぐらい間を置いてくるわけですよ。もっと、延べてやたらに空襲警報が鳴って、そのために起こされてですね、寝てる暇がないんですよね。いや、ほんで、本気な敵が攻撃するのかってそうじゃなくて、例によって例のごとくなんで、そのうち、こちらもずずしくなったのか、度胸がついてたのか、もう起きないんですよ。もう勝手にしてくれと。そんなさなかでも、もう起きなくなっちゃうもんですか？起きなくなりましたね。ラジオがちゃんと言いますから、東部軍管区情報とね、会場に目標、1ありとかですね、目標多数ありなんて言うときはダメですが、1とか2とか言うときは、もう、また1機か2機やなんてね、起きなくなりましたけど、それでもやっぱり編隊を組んでくるときは、起かなかったんですが、その雪空のときのその、爆撃は昼間でしたけど、これは怖かったですね。で、これからの空襲ってのはこれ、ただごとじゃないということは、覚悟しましたね。それから間もなくなんですね。3月10日まで。半月ぐらい経った時でしょうかね。で、この時は要するに、真夜中に、
大編隊を組んで、しかも民家、我々の、ね、民家を、目標にして、焼夷弾攻撃である、爆弾じゃなくて焼夷弾攻撃であるなんてことは誰も知らなかったですからね、いつもの調子だよなんて思ってましたから、そういうところが3月10日のもう真夜中11時、過ぎぐらいでしたが警戒警報がかかって、それですぐに空襲警報なんですよ、うんうん、普通は警戒警報かかってから空襲警報まではかなり時間があるのに、あの晩は、すぐだったですね、うん、それで寝てたんですよ、そしたら親父が僕起きろ、うん、空襲だって言うんで起きて、でいつもの通り支度をしてですね、ゲートル巻いて、うん、でゲートル巻いた上には僕なんとか長靴履いたんですが、ゴムの長靴履いて、それで、寒い晩でしたが、もう寒かったですから、ちゃんちゃんこって言いますか、綿入れの、反転みたいな、綿入れのちゃんちゃんこっていうのが着て、で、学生服着てましたが、で、鉄かぶとかぶ、うん、鉄かぶとだって、あれ、あんなものは何も役に立たないと思いますが、で一応鉄かぶとでしたね、かぶって、それで、表出たんですよ。そしたらもう、南の方の、深川の、うん、つまり東京湾の方の、今で言うと深川、江東区ですか、はい、端の方は、もう真っ赤でした。もう本当に真っ赤でした。それで、私の母と弟が二人いて、うん、妹が一人いたんですが、この四人は、もう、みんな子供たちで、うんとうち、子供たちでしたから、うん、母親の実家の茨城県の、うん、下妻の在のとこへ疎開してましたから、あ、そうだった、ええ、東京は私と父親しか残ってなかったんです、あ、ええ、ですから親と二人で起きて防空壕で立って見たら、うん、ものすごいもう火の煙、火の煙がね、柱が上がってましたから、これはすごいね親と言ったらね、親父がこれは今晩はただごとじゃないよ、これはと。一体どういう攻撃かこれはわからんよ、なんて言ってました。そのうちに、浅草神田川の方に爆撃が攻撃を始めまして、うん、この時は B29 みんな低空なんですよ。はあ、普段は高校で。普段は運転高校だね、低空で B29 が来まして、落ちました。てか、間もなく、東側の、うん、平井とか、先の方の、小松川ですか、あっちの方の、バーッと落として、この私がバーンバーンと上がるんですね、で、なんとなしに、私たちはちょうど下町の、いや、全体、下町全体の、うんと北の方にいたんですね、荒川、放水路の、そばにいましたから。うん、で、見てましたら、うん、何時頃かちょうど、9日の晩に空襲警報なんですが、10日の日の、うん、午前0時半まで行ってない頃だと思いますが、一気、火の海と煙の中を突っ切ってですね、真上に来たんですよ。この時初めて B29 っていうのが、はぁ、随分汚い飛行機だなと思いました。はぁ、エンジンの周りが真っ黒なんですよ。ですから、いつも高高度の時には、キラキラキラと光ってね、綺麗なんですが、何そ、近くで見たって、ものすごいでっかい、本当にでかいウィンディジュークは。怖いとか、死ぬかもしれないって、そんなさなかに。だから、汚い飛行機だね、と、もう、本当にこの目の頭上をですね、ブワーッと通っていったんですよね。通っていったなと思った瞬間に、目の前に、パーンと、焼夷弾が、破裂したんですね。で、その、焼夷弾というのは、約こう、10センチもありませんか、8センチ小の何角形ですかね、8角形ぐらいの、40センチぐらいの筒でできていまして、それが36発だかなんか、一緒にこうあって、それが、バーンと破裂するわけですね。ですから36発が、飛び散るわけですね。空中に、バーッと巻かれたようになって、いっぺんに落ちてくるわけです。これはですね、頭上でやられましたから、もう。逃げようないですよね。逃げようない。でももう、その時の、頭上をなんか、急行列車が、うわーっと通るように、
うん、音がしましてね、私と親父と二人で転がるように、地に伏せて、頭抱えたんですがね、うん、あれ直撃食ったら、いちころでしたんでしょうね、うん。直撃はありませんでしたけど、その代わり周りのうちが、バーバッと火が、もうあっという間に。日本の家屋はまあ木と紙ですからね、基本的にはね。私のうちにもね、一発落ちたんですよ。で、それは消したんですよ。本当に間違いなく。家の中に。ただ、外れて落ちましたんで、はめ板が焼けて、屋根も、だからそれは見事消したんですよね。逃げるんじゃ、まだ消してたんですか？消してたんですよ。で、まだね、何人もの勇敢なる、この、少年がいましてね、中学生および青年学校ってのありましたが、はい、青年学校の生徒とか、うん、そういうのが何人か、まあ普段は遊び友達なんですが、うん、この連中がみんな一生懸命になって、うん、消してたんですよ。バケツ持ったり、飛び口持ったりね、下滝持ったりしながら、はい、それで一生懸命消してましたら、それで私の父親はもう非常にはっきりした男だったから、これダメだ、もう、うん、早く風上に逃げろと、うん、何も持たずに逃げろよと言って、うん、私に言ったことは私も覚えてるんですよ。で、親父どっか行っちゃったんでしょうね。逃げちゃったんでしょうね。あ、そこで離れ離れになったんですか？離れ離れになったんですよ。で、親父は消してる仲間にはいないんですよね。で、消してるのは、ちっちゃい、比較的少年ばかりでした。うん、大人があんまりいなかったんですが。うん、で、消してるうちに、どうにもなんないということは、うん、もうどうにもなんなかった。それで親父に言われた通り、じゃあ風上の、北の方の荒川の土手の上に逃げようかと思って、ちょっと行きかけたんですが、いやもう火の人、まあ、むしろ煙ですね。うん、あ、煙？煙がもう地面の上をわーって這うように、もう押し寄せてきてますから、うんうん、もう、それから風が強い晩でしたから、トタン板が風に舞って飛んできますし、もうそれはここを突っ切ってんですね、うん、荒川の土手の上まで逃げていく元気なんかとても出ませんでしたね。で、結果としては南の方へということで、うん、つまり風下の方へ逃げ出すわけですね。そうすると私だけじゃなくて、うん、もうたくさんの人が同じような形で大きな通り、私のところはちょっと大きな通りなんですが、それの通りの上を、台風を組んで逃げたんですよね。うん、で向こう側から来るんですよ。逃げてくる人が。反対側からね。ほいで、俺そっち行っちゃダメだダメだと。うん、大体そこ向こうはダメだ、火の海だと、って、そっち行っちゃダメだなって。で、両方で右往左往しましてね。で、行ったり来たり行ったり来たりちょっと何回かしたんですが、うん、で結局、もう北の方は、まあ、真っ黒ですから、うん、そういう火が、その中で、そっから火が、火の、ダーッと、火の方、まあ、下を、火の下がですね、バーッと張ってくるわけですから、うん、ですから、あっても、ね、じゃんちゃんこに火がついたり、カチカチやもんタヌキみたいになって、慌てて私脱いだりしたんですがね、そういうようなことをして、右往左往しながら逃げて、いるうちにどんどん、まあ、結局押されて、南の方へ逃げるようになって、風下へ逃げるようになって、で、あるところへぶつかっちゃったんですね。うん、で、向こう側もその火の海でしたから、東か西へ、どちらかに自分でに判断をして逃げ道を探さなきゃ。分かれ道ですね、また、で、東、西へ逃げると大きな隅田川なんです。隅田川は大きいから、川は大きな、うん、じゃあむしろ沢の狭い中川の方がいいだろうとんで、私は、東の方へ、逃げたんですね。で、どんどん西の方へ、隅田川の方へ逃げていく人もたくさんいましたが、うん、まあ、バラバラです。もうみんな、それぞれの判断だと、で、向こうへ、つまり隅田川の方へ逃げた人は、だいぶ亡くなったんじゃないですか。隅田川はひどい、あれでしたからね。私で、中川の方へ逃げ出しまして、で、中川の、今のちゃんと中川に、平井橋という橋がかかっていますが、うん、その平井橋のところへ、ちょっと橋のたもとがちょっとした大きな広場になってたんです。はい、で、その広場に随分たくさんの人が集まりました。で、そこで、とか火はそんなに早く追っかけていきませんから、とりあえずはみんなほっとしちゃったんですね。それで、これで助かったと。何のことはね、助かったと、僕も助かったと思いまして、はい、やれやれなんて思って、うん、そこに腰掛けて、
途端に眠くなったりして、うん、なんて言うて、あのね、眠らないようになってて 目をこすったりしてましたけど、うん、で、そうしたら、間もなく日が、もう安心なんかとてもできない。間もなく人を煙が一気に来ました、周りから。うん、そうなると今度はもう、たくさんの人が集まってましたから、右往左往なんてもんじゃなくて、阿鼻叫喚なんですね、もうね。うん、ですが、今考えれば、その左橋を渡って、さーっと向こうに逃げていってしまえば、何でもないことであったかもしれないんですが、ところが、橋の向こうは、もう火の海だと思ってたんです。あの、そういうふうに見えたんですよね。ですから、橋の向こうは火の海だし、後ろからも火が来てるんですが、どうにもなんないっていうんで、みんな川の中へドボンドボンと、あの、落ちる人もたくさんいたんですね。で、じゃあ僕は白井橋の真ん中まで逃げていって、で、どうしようかと思った時に、船が、偉い人がいるんですね。ああいう空襲の最中に、向こう側の人でしたが、はい、あの、今で言うと平井側の人ですね。あの、それが、船頭さんが随分いたんでしょうね。船を出してくれたんですよ、うん、自分たちで。それで、溺れてる人、川の中で溺れてる人を振り上げてるんですよ。でそこで、それが見えたんで、私もあの、白井橋の、うん、橋桁を渡って、うん、今と違いまして、当時は木の橋ですから、橋桁をなぞって降りて、川面まで近づいて、川の船に乗っかっていいですかって、乗れ乗れって言うんだよ、そこに乗っかって。で、私だったら船の上に乗っかって、またやりやり助かったと、と思ってたんですが、皆さんこう上げてるから、うん、私もじゃあ、ね、助けてあげなきゃいけないと思って、うん、中学2年生の、くせにですね、男気出して、で、手を差し伸べて、二人ぐらい助けましたね、それでも。手を引っ張って、うん、で、手をあの船にかけてもらって、うん、で、大人が手伝ってくれて、よいしょ、ってこう上げるんですが、二人か三人助けたと思います。三人目の人の時にこう、手を出した時に、この手に捕まってくれれば、引っ張れるんですよ。手と手だったらよかった。ところが、その人が、こう手を伸ばして、ここの辺に捕まったんですね。肩のあたりは、ね、肩のあたり、こうやって、こう手出してますから。はい、そしたら肩で捕まったら、頭が小さいですから、コロンと一緒に落っこっちゃったんですね。戻っちゃったんですね。むしろかかってる手が、手こんなりましてね、もろに入って。で、こうしたら水の中は、いやー、ひどいもんでしたね、なんて言って、もう大勢の人が、中には荷物しょいんと、そっとも飛び込んでる人もいるんですね。だからもう本当の人は浮いたりするんで、私も泳ぎはかなりできたんですが、まあ、水の中ってのはああいう時、わかんないもんだなと思ったのは、どっちが水面かわからないんですよ。ほいで、引っ張り合いっていうか、泳げない人が引っ張る。で、ガブガブと水を2回か3回飲みましたかね。で、これは、死ぬかなと思ったことは思ったんですが、そしたらその時に長靴を。あ、長靴履いて逃げたとおっしゃってましたね。長靴の中に水がいっぱい入ったもんですから、スルッと脱げたんですね。またゆら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 と。沈んでいく。沈んでいく方が底だと。とこっちが、逆の方が、水面だと。で、分かったんで、それからはもうちょっと周りを蹴飛ばし、何を蹴飛ばしたのか分かりませんが、水をかもうかきかき、ポコンと川もに、ポンと首が出たんですね。そしたらするとそこに船がいたんですよ。そ、う、れ、ん、で船にいた人が、前の船と違ったんですよ。別な船でしたけど、襟首を掴んでくれて、ひょいっと上げてくれたんですね。それで、またポンと船に乗せられて、それで助かったんですがね。で、その時は、でも寒くて、もうびしょ濡れでしたから。北風が寒かったし。3月の10日ですもんね。まだ寒い寒い。寒くて寒くてだけど、ブル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 。で、ゲーゲー吐くは吐いたりしましたね。で、まあ生きた心地はしませんでしたけども。でもまあ、船乗っかって、うん、で、あとはぼんやりと、もう、船もいっぱいでした。救った人で。助けられた人でね。で、もう船も、火が、かかってくるもんですから、うん、危なくてしょうがないんで、だいぶもう、木から離れて、うん、燃えてない方の岸に近く、で浮いてましたけど、ところは向こう側が見えるわけですね、いわゆる向島側が。と、まだもう、やってるんですよ、阿鼻叫喚がね。で、川っぷちに逃げてきて、したお母さんが、特に子供を持って、ちっちゃい子供を持ってるお母さんなんかが、飛び込む勇気が出ないんですね。
で飛び込め飛び込めって言ってんですけど、うん、飛び込んだ方が救えるというんで、で、うんですが、ダメなんですね。ですから、もう見てる目の前で、煙がわーっとかぶると、コロッとみんな、まあ、転び、こう、前の上に転んで、で、そこで火がわーっとかぶると、見てる目の前でみんな体がわーっと火を発してましてね、本当にあの人間の体ってあんなに燃えちゃうのかというぐらいに、燃えんの見てましたね、ぼんやりと。で、あの時、私が、自分でも今でも思う、不思議だと思うのは、何にも、どういう感情を持ってたのか、何にも思ってなかったと思いますね。ですから、本当に、戦争の悲惨というのは、よく言葉としては言いますけれども、悲惨とかそういうことも思ってなかったように思いますね。ただ、ぼーっとして見て、で、人間ってのはでも、本当に、あっという間に、火だるまになるっていうのを、見てましたけど、だからあの3月10日のあの夜に様々な人生のドラマがね、もうあったわけですよね。ありましたね。ですから、生きるも死ぬのもあれ、本当にもう今になると、うんとしか言いようがないと思いますね。この続きはまた次回ということで、2回目は戦争から何を学ぶべきか、敗戦から戦後についてのお話を中心に、伺おうと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。作家の半藤一利さんのお話、昨日に続いて2回目です。半藤一利さんは昭和5年、東京向島に生まれました。今年80歳です。昭和28年、大学卒業後、文藝春秋社に入社し、文藝春秋編集長や取締りを歴任されました。ジャーナリストとして、また退職後は作家として、戦争に至る昭和の歴史を検証し、数多くの著作を発表してきました。半藤さんは昭和20年3月10日の東京大空襲の時、東京向島に住む中学2年生、14歳でした。今日のお話は、その東京大空襲の直後のお話から始まります。聞き手は石澤範夫アンカーです。まあ、まさにその3月10日の東京大空襲では辛くも生き延びた一命を取り留めたそうですね。その時のだから呆然としていた時に半藤さんのこの目に映っていた景色って今でも覚えてますか？それは覚えてますね。さすがにね、特に自分のうちの焼け跡へ来て、呆然として立った時には、景色は覚えてますね。もうすべて何もなかった。何もない、ないし、全然じゃ平らじゃないんですよね。ところどころ金庫は、ボーンと立っていたりか、蔵が、まあ中は焼けたんでしょうけど、立っていましたりね。それから、自分の目では、球場が そこに見えたような気がしたんですが、あれそう違ってんですね。まあ、そんな気はするけども。本当は、でも違ってましたね。何とか、間の破産残ってますから、まだ。お父さんとは、その後どうなったんですか？朝、私がなかなか帰ってこなかったもんですから、親父は死んだもんと思って、しまったと思ったでしょうね、親父さんは。それで親父はちょっと急ぐ、町会長やってたんですよ。だから、そっちの方の仕事があるもんですから、自分の身柄よりも、そっちの方の、罹災証明書とか、そういうものを出さないと、皆さん配給とかなんかもらえませんから、だから、間違いなく罹災したとか、そういう証明書を出したりなんかするので、ですから飛び回ったから、なかなか会わなかったんですが、で、私が焼け跡に帰ってきて、ぼーっと立ってたら、電車の音が来たんですよ。で、おう、生きてたのかって言ったっきりですよね。まあ、親父さん、嬉しかったでしょうけどね。そうでしょうね。で、また行っちゃったんですけどね。私は他の人のね、面倒でね。僕、だから、生きてるかどうか、どうだったか確かめに来たんじゃないですか。で、私は、焼け跡立ってたもんだから。それを考えると、それこそその、お母様と、お小さい弟さんですか、たちは、もうその、すでに、疎開されてたわけですよね。そうです、そうです。で、から向こうから茨城県ですから、ね、真っ赤に見えてましたから、で、私、親父がそういうこと知ったもんですから、
全部の事務が終わってからやっとこさっとこ、あの茨城県の母親たちのとこ行くことはできましたんで、母親は死んだと思ったらしいですね、親父も私も、でどんどん疎開してくる人がいるんで、あの辺はどうですかって言ったら、もう丸焼けですとかですね、あの辺はもう全然なんていう話を聞いてますから、二人ともこれは死んじゃったのかと、と思ったみたいですね。だからそんな悲劇がもう山のようにあの日あったんでしょうね。あったんですね。ね、ですから、帰ってくるお互いのことは帰ってこねえから、ですからまあ、で、まあ帰ってきて、お喜び、したかというと、それほどでもないんですね、人間っていうのはね。そうですか。まあ、ほっとするとだけど。ほっとしますよね、みんなしてね。それで、東京大空襲で地獄を見ながらも、まあ、生き延びられた。その、焼け出された後に、今度は疎開をされるんですよね。それで茨城県行って、それでそこでまたもう一遍、機銃掃射を受けて。また空襲受けて。この機銃掃射の方が私は実は言うとおっかなかったですね。空襲の方はもうみんな一緒でしたからね。あ、なるほど、ね。機銃掃射は私とおじさんと二人しかいなかったところへ。めがけてくる。めがけてきましたからね。本当にめがけてきたから、これは本当におっかなかったですね。おっかなかったっていうんじゃなくて。本当にもう、恐怖で腰抜かしましたからね。何度もそうやって、死に直面をするという、まあ、死に直面したというか、まあ、でその後に新潟の方に疎開で、新潟で疎開しまして、で新潟でまた長岡の空襲を、これは私直接は受けなかったんですが、まあ一応長岡の空襲をまた目の前で見せられて、それでまあ長岡で終戦ですけど、その疎開生活ってのはどういうもんなんですか？これはね、茨城県では随分殴られましたね、これは。地元の子供たちですか？地元のその、上級生に。まあ、こっちも生意気だったんでしょうね。随分殴られました。よく映画や小説ではね、都会から来る疎開してきた子が、地元の子にね、なんかこういじめられたり、そのいじめを受けた後に仲良くなってみたいな話をよく見ますが。まあ、そうでしょうね。私のですから女房なんかも、あの人は最初から新潟に疎開ですが、もう全然もうあれだよ、その疎開の時の小学校時代の友達なんてはいないと、なんつっても、中学はそれでももう戦争が終わってましたからあれでしょうね。その意味では子供のね暮らしにも本当に戦争っていうのは重い影を落としてるんですね。思いますね、みんなね。まあ、そんな風にして、その、学童疎開があり、空襲はひどくなってくる。国民の暮らしそのものはもう本当にこう、疲弊の極みという状況に入っているわけですか？本当の疲弊の極みは戦後の方がひどかったと思いますね。本当の、ですが、まあ、この時代ももう、ひどかったってはひどかったですよね。もう、買い出しが当たり前になってましたから。ですから田舎の人っていうのが、今でも都会の、都会生活をした人たちは、恨み骨髄な人がいますよね。よく映画ではね、着物を担いでは、それをお米に買いに行くとかありますけどね。あれですよね。ですから、そうですね、戦争終わってからひどかったですね。もっとひどかったですからね。まあその、状況が厳しくなってくる中で、国民の耳にもね、例えば大和が沈没したとか、ああいった話はもう入ってくるんですか？それはもう全く知らなかったですね。まあ知ってる人は知ってたんでしょう。私は知りませんでした。もう随分後から、入ってくるんですが、ただアメリカが日本国民を教育するために、それこそラジオを使って、どんどん流しましたからね。それで、へえ、そんなすごい、船が日本を持ってたのかなんていうのは、私たちもそれで知りましたですよ。知らなかったんですか？知らないですよ。ああ、そういうもんなんですか。例えばその海外の状況とかいうようなものも入ってこないわけですか？入ってきませんでしたね、戦争中はね。ですから戦後になりましてから、改めて、聞かされたと言ってもいいんじゃないでしょうか。
いわゆる終戦の玉音放送というのは半藤少年はどこで聞くんですか？私は長岡の、つまり疎開をして長岡に行っておりますから、長岡の北長岡、もう長岡の北の方なんですが、はい、今でも津上製作所という工場があるんですが、そこは軍事工場でしたから、そこで働いてました。はい、また依然として軍事、勤労動員ですから。何を作ってたんですか？爆弾のネジを作ってましたね。ネジ、ただもうあの時代ですから、もう役に立たないですよね。爆弾の本当にネジを作ってました。はい、でこれは機械を使って作ってましたからね。堂々たる勤労で、そう、勤労動員でしたけど、で、8月の15日の、午前11時58分ぐらいまで働いてました。じゃあ、正午から、重大放送があるということは、前の晩から、ラジオで流してましたから、あるということは知ってましたけども、その時間が来るまでは働、いつもの通り働いてました。で、58分ぐらいに、ポンと、作業をやめっていう号令がかかって、工場全体が、もう、回んなくなりまして、そして、シーンとなった時に、スピーカーからラジオが流れ出したんですよ。で、59分ぐらいに、今、本土上空に敵影なしなんて放送が流れたんですよ。それは空襲警報がかかってたんですよね。で、今、本土上空に敵影なしっていうのが最後の放送だと思いますが、それから、例の、正午の時報が、ポッポッポッポーンでしたか、はい、なんか、があって、で、いきなりもう、ただいまより天皇陛下のご放送がありますっていうんで、もう天皇陛下って確か言ったと思います。あ、そうですか。しかし、その、天皇陛下の、その、生の声を聞くって言われた時はどんなお気持ちですか？いや、そら、普段っていうか、普段いやないですよね。聞いたこともなく何もないで、と思ってましたけども、聞くまではですね、これから戦争はこれからだから、頑張れという、激励の放送だというふうに、私なんか伝わってましたね。で、うちの父親は、これで戦争終わったんだと。終わるんだというふうにちょっと言ってましたけどね。でも、うちの親父の話はいつもこうだって言うんで私は思ってましたから、まあ少年とはいえ、戦う戦士のつもりですから、頑張ってましたから、また親父はこんなこと言ってると思ってましたから、だから、激励だと思ってました。で、例によって天皇陛下のご放送が始まりまして、で、まあ、皆さんが言うように、ほわんぽわんぽわんっていうのは、にゃにゃにゃって、よくわかんないような言葉のね、放送で始まって、で、いたんですが、でもね、私の記憶では、耐え難きを耐え、忍び難きを忍ぶという言葉が、はっきりと耳に入りました。それからもう一つ言えば、ポッダム宣言を受諾せんと欲すかな、そういう、その言葉も入りましたね。それから、万世のために太平を開くという言葉も、はっきりと聞こえたように思います。で、私は今の親父から、ポツダム宣言というのは、日本に降伏勧告をしてきた、ものなんだと。したがってこれを受けるか受けないかで戦争がこのまま続けるのか、終わるのか決まるんだということは聞いてましたから、ポツダム宣言を自宅戦と欲すという言葉を聞いたときに、あら、戦争終わったんだと、戦争終わったってことは負けたんだと思いましたけどね。で、耐え難き応対、忍び難き忍びですから、他の方は多くの方が負けたと思わなかったというふうにラジオから言う人も多いんですよね。でも僕はそんなことありませんね。あの瞬間負けたと分かりました。その時に一緒に聞いてらした周りの反応はどうだ？周りの反応も、おい、負けたね、と、越後に言いましたから、越後弁で、それかな、なんて言ってましたけどね、聞こえたんでしょうね。それから、天皇陛下の放送が終わってから、和田信玄さんが、丁寧に直後をもう一遍読みましたよ。あ、その後に？ええ。だから、それはね、もう、しっかりと聞こえましたから、
そうですか。ですからね、あれ、戦争がこれで終わった、負けたんだということが分からなかったって、まだやるんだ、やるつもりでいたなんていう人が、たくさんいますけども、多分その方々は後の方聞いてなかったんでしょうね。いや、我々も今そのよく、記録映画とか、あるいはその戦争映画などを見ると、その昭和天皇が、ああいうふうに玉音でお話になるところまでは、見るんですよね。やるんですよね。あ、その後に、和田信玄さんが言い直して、ちゃんときちっと、もう一本読んだんですよ。そうですか。それはもう、はっきりと、聞こえましたから。それから、内閣告示だかなんかがで、また放送されたりして、だから私たちそこまで聞いてましたからね、だから、負けたと分かってから、殿が号泣してる人もいましたからね。むしろ中学生の私たちの方が、なんとなしにきょとんとして、私は泣いたりしませんでしたし、だから周りにたくさんも、号泣してる人がいましたし、から、なんかもう、うつむいたきりも、顔も上げない人もいましたから。で、その私で中学生で4人、私を混ぜて5人の悪童どもが、これで俺たちの人生終わりだと。なぜ終わりかというと、その前まで戦争が負けたら、もし負けるようなことがあったら、日本の男は全員、アメリカ軍の奴隷になんだと、カリフォルニアか南の島へ連れて行かれて一生働かせないんだと、というようなことを教えられてましたから、多分そうなるのかなと、相当これで俺たちの人生も終わりだと、それで15歳でしたから15歳で終わり、これはあまりだなと言いながらもですね、じゃあ今のうちに好きなことを やっとこうじゃねえかと、で何やるんだったら、まず大人の真似してタバコを吸おうじゃねえかってことになりまして、ね、でもう使わなくなった防空壕の中に入りまして、もういらないんですけど、まあその防空壕誰も来ませんから防空壕の中に入って、でタバコ持ってんのかったら持ってるやつがいたんですね、で私がちょうどねコンサイスの地引き持ってたんですよ。勉強してたんですね。そうですね。で、こんなもんもいらなくなったと、これからもうおしまいなんだと。だから、つって、コンサイスの、ちょっと薄いから、薄いから、マグロに破いてね、まごとにタバコ巻くのに、いい紙なんですよ。もうこんなもんいらないんだからいいんだ、つってね、ビリビリ破いて、巻いて、で、ぷかっと、ふかしてね。で、味なんか全然覚えておりませんが。って、いましたね。でも、そんなことしながら、だんだんに悔しくなってきましたね。あ、悔しくなってきた、ね。私は負けたことが。こんなに一生懸命に、つまりね、自分は東京で死の思いしたり、から茨城県で、機銃掃射を受けてですね、P51 でしたけども、受けて死の思いをしたり、そういうことをして、死刑に戦ってきたのに、なんだろう、これはと、というんで、非常に悔しくなりました。覚えがありますね。全然、本当に悔しいと思ったことが。前回お話を伺ったときに、その戦争の前後でね、どう、暮らしが変わってきたかっていうことで言うと、むしろその、太平洋戦争に入ったばっかしの時よりは、終戦で負けた後の、その前後の方が、変わりようが激しかったと。いう話ありましたね。これはもうね、戦争、昭和16年12月8日向けた時も確かに日本人はだいぶ変わったと思いますが、それは延長戦で変わっただけなんですね。ところが昭和20年の8月15日以降の日本人は、それまで作ってきた日本人とは全然違う日本人が登場したとも言ってもいいんじゃないでしょうか。どういうことでしょうか。まあ要するに簡単に言えば、戦争は俺たちが責任がないんだと。こんな戦争して負けたのは、軍人と政治家どもが悪いんだ。俺たちはこれからはもう民主主義で行くんだと。と、昨日まですごい軍国主義おじさんだった先生がですね、言い出すようになりましたし、それから、まあそれこそ日の丸の旗を振ってですね、最後の一兵までだと。叫んでた人が、本当にその突然のように、
これからは民主的に行こうなんつってね、何が民主的かわかりませんけども、そういうようなことをもうしきりに言い出したりですね、それはもう本当驚くべきほどの変貌を遂げたと思いますよ。で、私はまあ15歳で、中学3年生ですが、何負けたとはいえ、やっぱり日本人としてのこの、ねえ、ものを大事にしなきゃいけないんじゃないかと思ってましたけども、そうじゃなくて、もう過去の日本なんてのはみんな悪かったんだと。だからこれからはもう全部新しい日本に住んだなんてことを平気で言う人がたくさんいましたしね。で、僕はね、今のさっきのちょっと話の続きで言いますと、うちに帰りまして、はい、その例の男はみんな奴隷になって、だんだん話を親父にしましたら、親父がですね、バカモンと、お前は何を考えてんのかと。男はみんな、日本人の男全部って、まあ、例えば当時7000万ぐらいしかいなかったと思いますが、まあ、3500万ですか、はい、ね、3500万の男を全部ですね、カリフォルニアとか南の島に連れて行くのに、どのぐらいの船がいると思うんだって。お前、ね、この人間を連れて行くだけですと、もうどのぐらいの、金がかかるかということをお前考えたことあるって、怒鳴られましてね、その時私ね、実を言うとね、そうだよなぁと思いましたよ。うん、つまり、当時はリアリズムなんて言葉は知りませんでしたけども、はい、本当にこれ、まとめに常識的に考えたらそうだよなと、うん、ということをね、まさにその8月15日の晩に、親父に怒鳴られて、本当に目が覚めましたね。それからね、非常に私、それからリアリスティックに考えるというかしいけど、動く常識に考えるということを、学びましてね。ですから、今、話に、さっきちょっと言いましたが、突然変容した先生方とか、はい、だから大人たちを見ると、この連中は、これまた何かあった時は、またこれ、いくらでもひっくり返る連中なんだろうなというふうに思いましたけどね。ですから、こんなにその日本人が、だらしなく、負けたということで、だらしなくひっくり返るなんてのは、思いもしませんでしたから、いささか私はその時、日本人というものは一体何だろうと。それから、私たちが作ってきた、こういう近代日本というものは、一体どういう国だったんだろうかと。まあ、西洋に学んで、日本文化に、プラス西洋文化を入れたような、作ってきた日本文化ってのは一体何であったのかというようなことをですね、本気だって考えましたよ、ちょっとね。それは戦争を負けて、すぐぐらいにもう本当に、それこそ親父に怒鳴られてから、急に考え出しましたね。で、周りに確かに、ガンガン変わっていく人がいましたから、まさに、で、歌に、昨日、金の明日は砂漠と歌がありますよね。昨日、軍国。幕末の頃ですね。昨日、軍国主義、軍国日本、今日はアメリカというのかいなと。つまり、幕末にもそんな人はたくさんいたんだろうけども、こういう大変動、変革期って言いますか、なんか、物事が連続しないで断絶するときには、人間ってのは案外みんな正体を表すんだなということは思いましたね。15歳のその少年の目には、そんな風にこう大人の姿が明確に映ってしまったわけですね。変わっていたわけですね。私はそれは変な話ですが、親父の怒鳴りつけられたの一言で随分目が覚めて、そういうその覚めた目で見るとそういうふうに思いましたね。でもきちっと変わんない人もたくさんいましたよ。で、我々が、本当に責任があるんだというようなことをね、自分で痛感してる人もいましたし、それから、まあ、私、娘が大きくなってから、大人になって、まあ、こういう仕事に入って、はい、昭和史をやるために、勉強するために、いろんな、当時の軍人さんたちにも、まあ、陸海軍のですね、たくさん会って取材をしたりしましたけども、立派な軍人さんもいましたからね。それはもう、実に なんて言いますか、自分のやったことに対して、本当に責任を感じて、非常に
慎み深くですか、うん、で穏やかにね、で、もうごく真面目に考えてる、うん、軍人、元軍人さんもたくさんいましたからね、うん、そんなに全部が全部変わったとは思いませんけど、ただ変わる人は早く、うん、早く変わるんだなと、うん、だけどこういう人はまたすぐ変わるんだろうなというには、うん、とは思いましたけどね、うん、まあ今回その半藤さんがご自身の15歳中学3年の頃の、戦争体験をねご本にされてるわけですけれども、昭和38年にもですね、半藤さんが、まあ、企画をされたんですけれども、そのいわゆる戦争当時のことを知る人たちを集めて大座談会を開いた、はいはいはい、これもつまり今回本をお出しになったその思いと相通ずるところがあると考えていいんですか。いや、まあこれ私は33歳の時の、仕事なんですけども、その前から少し昭和史とか太平洋戦争の勉強してたんですが、でまあいろんな人に話を会って聞きに行ってたんですね。その頃はご存知だと思いますが、日本は日本人全体がと言ってもいいと思いますが、平和ということを非常に大事に思って、うん、でそのことに対してはいいんですが、戦争をできるだけ早く忘れよう忘れようと言いますか、うん、戦争のことはもういいんだと、終わったことだと言うんで、もうできるだけそっちに目を向けまいとするような、うん、それこそこの一つの空気ですが、全体空気あったんですね、うん、その時私何を考えたのかと言われれば、まあそうなんですが、昭和史とか戦争のことを調べてたんですね。で、ですから、私は文芸春秋って会社にいたんですが、はい、あの会社だって、そういう人ばかりでしたから、どちらかというと文学の、まあ、好きな人が多いですから、その時、戦争なんかを一生懸命やってるバカはどこにいるのかと、と思われたみたいで、で、お前は変な男だね、と。名前が半藤だから、本当にお前は半藤分子だと。当時は半藤って言葉が流行りましたよね。はい、リアクションという意味でね。はい、お前は本当に半藤だな、って言われたもんですけども。それでもまあ、やってたんですね。まあ、聞きに歩いたり、取材に歩いたりして、はい。ところがですね、どん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 死んでいくんですよ。うんうん、で、まあ、特にお年の方たちは、まあ、偉い人たちは、どんどん死んでいくし、これ、黙ってるところは、うん、みんな死んじゃうんじゃないかと、何も言わずにね。何も言わずにね。ですから、これ集めと、今のうちにと集め、聞いとかないと、うん、つまり日本の歴史というものが、うん、これ間違ったら歴史で、資料、正しかったら歴史で、どっちかわかる資料を残さないことには、後の人は判断できねえんじゃないかと、僕は15歳の子供で、あの時判断できてなかったよと、俺は。本当にこんな戦争が本当に悪かったのか。だから、だけどこれせめて残さないと、そのことのすらも、後の人は分かんなくなっちゃうんじゃないかというふうには思ってたんですね。それで、チャンスだから やろうじゃないかと。で、どうせなら、これは面白いことに、一人一人会いに行って取材をしますと、仮に嘘を言われてもですね、聞いてなきゃなんないんですよね、ちょっと。ところがね、これ、何人か集まりますと、うん、自慢話にならなくなるんですね。それはお前違うじゃねえかという人がいますからね。そうとね、やっぱり何人か集めた方がいいと。で、集めんなら、一緒のことみんな集めちゃおうかったんで、もう一気に。ですから、文官もいれば、武官もいれば、作家もいればと。一般の人は、ね、ですね。兵隊さんもいれば、というんで、はい、それから、沖縄の、で、ひどい目を食った女の人もいるというような形で、28人でしたが、はい、集めちゃったんですね。で、いや、もちろん座談会っていうのは、5人を超えますと、うまくいかないことあるんですよね。死後が始まったりですね。あ、なるほど。で、まあ、飽き飽きてきてると、人の話を聞かない人が出てきたりしまして、うまくいかないことが多いんですが、28人集めたら、さあ、どうなりました？ダメだよ、これ、というふうになったんですが、ところが、これは本当に予想以上に皆さんが、本気になって真剣な顔して聞いてるんですね。これで質問もする人もいたりしましてね。で、この28人集まっていただいて、日本はどうやって戦争を終わりにしたかという、戦争終わった時に、何を考えたかということを、みんなに語ってもらったわけですが、
思いがけない成果が出ましてね、それで本もまあよく売れたと思いますし、それから後の反響も非常に良かったんですね。でやっぱりこれはみんな知りたがってるんだと。だけどもその話すチャンスがないんだと、なんか自慢話をするという雰囲気ではありませんから、といって悲惨な話というのはあまりしたくないもんですよね。できるだけは忘れたいと思うもんですから、ですからあと私も実は自分のこの3月10日の悲惨な話とか、から機銃掃射でやられた話なんていうのは50年以上喋んなかったんじゃないですか。あんまり喋りたくなかったというところがあるし、から喋り出すって調子に乗ると、なんか美談っていうか勇ましくなっちゃうんですね。で本当の正しい意味のこの戦争のがどんなものであるかということを語るというのは、なかなか難しいんですよ。なるほど。ですから、あんまり語んなかってきたんですが、この時は特にまあ皆さん、28人の人が、黙って聞いて、それで、ひどい話だね、それは、とかですね、そんなことは知らなかった、なぜもっと早く戦争が終わんなかったのか、なんてなことをね、言う人がいたりしまして、実にやってよかったと思いましたね。NHK の番組でもご紹介をね。NHK そうでしたね。はい。ね、まあ、その、今、まさに半田さんおっしゃったように、その、昔のことを体験を語るときに、ついついこう、おひれはひれについてしまって、あるいは、無意識的にもこう、過剰のデコレートが、されてしまいがちだ、うん。そういう恐れがあるから、ちょっとこう、自分の胸の奥に、秘めている方も多いんじゃないかということなんですよね。だからその、語り使えるその言葉をどう選ぶか、そうね、ということですね。はい、と思いますね。うん、これは悲惨な体験を、されて、悲惨であれば悲惨であるほど、お話になる方の胸の中には、語っても分かってもらえないと。うん、語っていると、なんかこれが、美談とは言わないところですね。なんか自分を美化しているような、話になっちゃう、ふうに取られちゃう、可能性もあるというようなことに、いうふうなんか思いもあったりしまして、ですから、みんな、秘めちゃうんじゃないでしょうからね。ですが、お父さんのお母さん、まあ、例えば石澤さんのお父さんお母さんからですね、お聞きだったことなんてあんまりないんじゃないですか。いや、私は結構聞いた方で。ああ、そうですか。まあ、父も志願兵で、航空兵で行ってましたしね、帰ってきてから。まあ、でも、やっぱり結構私が、大きくなってからはですね、逆に、言葉は少なくなってきましたね。ああ、そうですか。選ぶようになりましたね。選ぶようになりましたね。母もやっぱり千葉にいた時に、半藤さんじゃないですけど、機銃掃射に会って、もうバリバリバリという音は今でも忘れないっていう話はね、よく聞きますけども。あの頃ね、千葉県と茨城県は、ものすごかったですからね、関西機はね。ですから、だけど、ああいうそういう、まあ、一つ一つの経験っていうのは、なかなか正確に語りづらいんですね。で、語り継がなきゃいけないと思ってますが、語りづらいんですよね。ただそうしているとなくなっちゃうんですね。はいはい、と相当歴史というのは何かということになると、つまり自慢話とか美談とか作られた、ものしか残んなくなると、あるいは弁解話ですね、そういうものしか残んなくなるということになってしまって、本当の正しい意味の歴史は残んないんじゃないかというふうにとは思うんですね。ですから、できるだけ、皆さんが、お年を取った方がですね、語った方がいいと思うんですが、まあ、そういう意味で言うと、もう、今回2回にわたって、本当にこう、驚くようなお話を伺ってきてるんですが、でも語らなくちゃいけない。ということで言うと、半藤さんにとって、それこそ多感な時を、まさに戦争に巻き込まれて過ごされた、その半藤さんにとって、戦争とは何だったの？戦争そのものを考えますと、あれがもしなければ、もっとよく勉強したのだと思います。
それはもう中学の2年生の11月から勤労動員に行きまして、そして、3年生の夏まで、働いていたわけですね。それから、新しい学校が始まりましたけども、戦争のおかげを食って日本の教育方針というものがどんどん変わったわけですね。で、昭和20年の12月31日にそれこそ連合軍総司令部から指令が出て、日本は歴史と地理と、まあ、終身ですね、教えちゃいかんと、うん、というような指令が出て、そういう形で、バタッと教育そのものが制限されたといいますか、おかしくなったと思いますよ。だからそういう時代が全部戦争、戦中戦後に私たちはあったわけですが、本当の意味で僕らは教育、いわゆる勉強を良くして、そして、物事をしっかりと考えてということをあまりしないできたと、本当の意味の教養というのがものすごく欠けてる世代じゃないかと思うんですよね。これ世代論というのはあまり良くない話なんですが、でも私にとって戦争を何かと聞かれれば、私は本当によく勉強しなきゃならない時に勉強できなかったと、今格好つけて言うんじゃないです。本当こと言うと、私は悪道育ちの、いわゆる、やんちゃ坊主育ちですから、勉強になって、本当は、まともにやらせないと、そんとしなかったかと思いますが、ただ、そんな、やつであっても、随分な、大事な時、チャンスを失ったなと思いますね。で、結局、今になってみると、大人ってのは信用を受けないんだなと、というのが、その戦争始まる前から戦争にかかっての大人たちの、変化ぶりと、戦争が終わって負けて、あとかのまた大変化と、二つの、私目の前に、そばにいる大人たちのですね、日本人の、大人たちという日本人そのものの、変貌の姿をですね、軽々とからみんな変わっていった、あれを見るにつけて、なんかもう少し日本人っていうのは謙虚な、ね、真面目な民族であったんじゃないのかなと、それがいつぶっ壊れちゃったのかなという思いは非常に深くしてますね。それを考えるにつけても、やはりこういったことがあったんだっていうことは語り継がなければいけないんだと。と思いますね。ええ。そうですよね。それはもうですから日本の近代史を、例えば明治維新からでもいいですが、その、例えば明治維新からの日本の、人たちは、他の民族に、模範となるような、民族であったかもしれないですよね。その民族が、いつか急に、だらしなくなったといいますか、うぬぼれのぼせてですね、なんか世界中を相手に戦争するようなことになる民族になったのかというようなことはですね、やっぱりね、歴史を正しく学ぶことによって私たち学ぶことできるんですよね。年号を覚えるんじゃなくてね。年号とかね、あれはいらないんですよ。歴史からね。じゃなくて、歴史ってのは要するに人間が作るもんですから、つまり人間を学ぶことが歴史なんですよね。なるほど。人間が、こういう危機の時にはどういう行動を取るか、またどういうようなバカなことを考えるか、どういうような無謀なことを考えるかということを、ちゃんと、出てるんですよ。それを、学ぶというか、それをまあ、ちゃんと知ることがですね、これからの日本を作っていくために役に立つんじゃないかと思うんですよね。ですからそういう意味で、やっぱり歴史っていうのはもう少しみんな、日本人が、学んだ方がいいんじゃないかと。ところが、今の若い人たちは、全く知りませんね。もう、本当驚くほど、知りません。私が、もう今から14、15年前、ある女子大で、ちょっとの間、ほんの短い間、先生やったことあるんですが、その時ちょっとアンケートを出しまして、アンケートの、例えば、日本と戦争をしなかった国はどの国でしょうっていうんで、
アメリカ、ロ、ドイツ、ハ、豪州に、ロシアと、と書いたのかな。で、こう出したら、アメリカに丸付けた人が、50人のうち12人いましたよ。笑ってられないですよね。笑ってられませんよね。で、僕はね、で、その次の時間に、この前のアンケートで君たちは、12人の人は、この中の12人の人が、アメリカと戦争しないとつけたけども、あれは、ふざけてつけたのかと、ね。僕をおちょくるためにつけたのかと言ったら、いえ、真面目でやりましたって言うんだよね。本当に真面目につけたのに書いたのって言ったら、本当に真面目ですって。ただ、それで一人手挙げたからなんだって言ったら、どっちが勝ったんですかと。これには、私もさすがにね、これ、じゃあこれ、これからの日本を、作っていくために、これは良くない、良くないよと、さすがに、さすがに、のんき坊主私も思いましたね。まあ、単にその、戦争のね、外形的なこの悲惨だとか、はい、非情だとか、あるいは残虐だと、はい、いうことを言うだけではなくてね、そこじゃないんですよね。そうじゃないんですよね。つまり、そういう、そういう一面も確かにありますよね。うんうん、ただし、もっと、日本人のいい一面だったくさんですから、それをちゃんとやっぱりね、一緒にしてちゃんとまとまらなきゃいけませんよね。で、まさにその、半藤さんおっしゃるように、戦争の記憶を持ってる人たちが、自分の言葉でね、いろんな人たちが語ることが、大事なんだと。大事だと思いますね。語りづらいんですよ、確かに。うんうん、で、語ってもね、分かってもらえないんじゃないかと思うんですよな。でもね、やっぱりね、飽きずに語った方がいいですね。うん、じゃないと、やっぱりどんどん忘れられていきますよね。一番で大事なことが忘れられていきますよ。まさにその言葉と記憶のこうリレーをちゃんとしていかないと。そうですね。これはでもね、なかなか、私もね、もう年になりましたので、やりづらいんですけどね。もっともっと語っていただいて。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。インタビュースペシャル、戦争と私。作家の半藤勝利さんのお話2回目でした。